なんだ。ほっ。お越しくださりました。我ら名古屋おもてなし部招待、こたびのご出陣を天下御免の歌舞伎者前田慶治様、友は足軽陣笠隊拙者和之助にござります。これよりは前田慶治様による10分でわかる歴史授業がござります。こちらの歴史授業10分きっかりで終わりますゆえ、お時間の心配一切ございませんゆえ、ご興味ござりますかた、ぜひともこちらお近くへとお越しくださりませ。それでは前田慶治様による、私はなそんなに待っとらんか、和之助来てからなすぐに参ったでな。では皆の衆、改めてな挨拶と参ろうか。こんにちは。こんにちは。いい声だ。こたびはよくぞ名古屋城へ参ってくれた。ちどばかしな、これから10分でわかる歴史授業といったものを行って参るわけじゃが、ちどばかし劣勢ではないけれども、小さなものは前の方にな出して見えるようにしてくれるかな。おいで。そうじゃな、座りたいものであったりと。さよ、いいぞ姫。さあ、自らが小さいと思う方はですね、さよ、お願いしんで小さいなど。まあ、わっぱじゃな、わっぱなんか特に出しちゃってほしいわけじゃな。みんなが見えるように協力、見えるか、大丈夫か、そのあたり異国のな、小さいもの。さよさよ、できるだけ詰めてまいればな、暖かいしな。さよでござります。よいかな。さあ改めて我ら名古屋おもてなし部招待である。おお、一気に座り出したな。周りが座り出す、座るっちゅうのもな、日の元の習性でござるけども、名古屋おもてなし部招待、初めて見たよというものを手を挙げてくれ。初めて見たよっちゅうもの。おお、では土産を持っとる姫はどこから参ったのじゃ。さよ、タイマン。おまさかの異国から当ててしまったということで、ちょっと後で当てるとして、そしたらどこから参ったのじゃ。長野、信濃の国から。寒そうにしとるが、そっちの国の方が寒かろう。こうじゃな、雪が降っとるわな。降ってた、降ってた、過去形か。まあこの長野県という場所も、かつてはな、この尾張名古屋の領地でござった。江戸時代では名古屋の統治下であったんだな。そういったちどばかし歴史の話をこたびしてまいて、得た知識は飲み会や戦場なんかで自慢話の種の一つにしてもらって、ぜひともな、他の者と交流をできるな武器にしてもらいたいと考えておる。そして我ら名古屋おもてなし武将隊がこの名古屋城で戦バトル機をしとることを他の者たちにな伝えてもらいたい。多くの者が名古屋城で楽しんでくれることをわしらは心より願っておる。では早速授業始めてまいろうか。はっ。今何時じゃ。ただいま15時10分12秒20分12秒まで行ってまいるか。はっ。では早速鳴らしてまいれ。ほっ。ほっ。さあでは皆の衆、大変お待たせ申した前田慶治の10分でわかる歴史業、いざ開戦。いいよ。このものは見えるか。よいか。お、最後までシナのもの拍手してくれたな。大儀じゃ。さあこたび皆に指南してまいるは、わしが来た戦国の世で最も大活躍したこの槍について案内を進めてまいる。槍、
見たことあるよというもの。そうじゃな、実物を見たことがあるものは少ないと思う。古代わしがこの槍は演舞といった我らが土日祝日に行っとるパフォーマンスなるものでスコを取る槍じゃ。ちょっと告知してもらったけどな、この槍の方なんじゃけども、これは短い、だいたい一軒180センチばかしな、わしの背丈よりちいと短いぐらいじゃな。このような槍は実際に戦国の世では使われたのは非常に少ないと。活躍した槍はどのようなものかと申すと、なんと長い槍であったと。これよりもずっと長い、これよりも倍以上長いものが使われておったわけじゃな。魔法だな、このぐらいの槍か。このぐらいの槍が実際に戦場で活躍したんじゃな。主らが見ておる槍というものは多くがドラマや映画なるもので、実際に我らの時代を、まあ、撮影いたしたもので戦っとる場面であると思う。その中では多くの者たちが入り乱って槍を突いたり切ったり使っとると思う。実際にそういった場面でしかほとんど見ることがないと思う。そうじゃな。しかしながらこの映画やドラマといったものはやはりお主らが喜ぶように仕立てられとる。例えば和之助のような足軽の者が刀持ってきたか、主。なぜ刀を持ってこんのじゃ、足軽としてさよ天下大平じゃな。うん、この者がな、刀を抜いて互いに刃を交えてググググググとお互いの体重をな押し合いへし合いしてる場面をよく描かれる。しかしながら刀を使うこともほとんどなかったわけじゃ。最も活躍したのはこの槍でござったと。ほいでこの槍自身もやはり実際に突いたりする場面よく見るけども、違うんじゃな。実際に使うのは叩くとして使うんじゃ。これを槍というのは多くが木でできておるし、先が鉄黒金でできておる。これをまあこの倍以上の高さのところから下ろすだけで、無論ドーンとくれば頭が揺れ、まあ脳震盪なるものじゃない、現世で申せば相手に打撃を与えることができる。このような使い方がほとんどであった。おいでな、これ世界で最も影響を与えた槍は実はこの日の本の我らが生きた時代に開発されたんじゃ。この槍というのは戦国時代に生まれたんじゃ。それまでは薙刀と呼ばれる武器、特に女子なんかが持っとる印象が強いと思う。戦になった時牢城でな、ここが少し反ったものじゃな、それを使っているものが多いかもしれんけども、そこから進化したのがこの槍なんじゃ。で、先ほど申した通り戦場というのは多くが馬、そう、あの自転車みたいなものじゃな、あれに乗って戦いに来るわけじゃ。うわーっとこがんけどな、あぶみてものがついてるけどなあのように馬に乗って戦ったのは鎌倉時代な、太刀を持って太刀で戦っとったわけじゃ。しかしながらそれに勝るものがこの槍でござる。先ほど申したように叩くと申したな、ほいで長いと。これを一対一でやるとなると、まだな、馬の方が分があったりする、機動力がござるために。しかしながら多くのもので隊列を組む。これを背の順でも何でも良いんじゃがな、ぐわーっと並ぶこの5メーターばかしあるもの、それをみんなで一緒に叩きながら前に進むと守りも備えることになる。攻めながら守ることができる。これをずーっと向こうの岸面亭の方まで突っ走るわけじゃ。すると相手の陣まで、本陣まで突撃することができるわけじゃな。故にこたびはこちら騎兵との戦いのためにそもそもは生まれた。で、ここにチート書いてあるんじゃけど、馬というのは突起物が怖いんじゃ。突起物が苦手なんじゃ、あの者たち増えてなんじゃ。故に馬に対してこうやって見せる、馬は逃げるんじゃ、嫌だこれ以上進みたくないと。そういったところで馬を封じることもできた。じゃが槍の時代もいつまでも続かん。そう、我らが時代には槍ができて、その後にある武器が入ってきた。それが鉄砲じゃな。鉄砲がやってきた。この槍の鉄壁の守りで進めながらも、鉄砲という遠距離攻撃を持って槍の時代がまた変わってくると。先ほど申した通り突っ走りながらも遠距離から放たれると陣形が崩れてしまう。
崩れたところで一気に攻め入ると、そういった最前線で戦が行われとったわけじゃ。おいで皆にな、知ってもらいたいのがこの槍に関しては、馬に乗っとる者も槍を使うようになる。あ気にせんでよいぞ。わし前田慶次のような武将は馬に乗っておる。されば5メートルの槍をな馬に乗っとれば一番最強かも思うやんな、お主らもな。5メーターのものに戦うと一番最強ではないかと。しかしは5メーターのものを馬に乗りながらこのように扱うのは非常に難儀なんじゃ。重いしやりづらいわけじゃ。ゆえに短くなって 2,3 メーターのものを多く使っておった。有名な武将はほとんどが 2,3 メーターの槍を振り回すことが多かった。数の助のように槍の稽古をしとらんものこそ長い槍を使うわけなんじゃ。しかしながら長い方が間合いが取れるということで、あえて有名な武将も長いものを使ってそれでこう立てたものもおったけれども、時代とともに槍というのはどん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 短くなっていく。ほいでわしらが演武で使っとるようなちょっとかっこいい槍さばきみたいなものが槍術という形としてこの日の下で有名になっていくわけじゃな。今現在もこの戦国時代に生まれた槍術がなんと語り継がれておって今も残っとるわけじゃ。400年前の武術が、うん、それを習っとったのが我がおじえの前田利家様や加藤清正。この槍で有名になった武将は今もなお残っている武術を習っておったわけじゃな。さあでは槍の方で少し戻ってまいるけれども、この馬の時代が終わり鉄砲や弓で崩されると、先ほど申したな遠距離攻撃の時代がやってくると、ここから少し時代を武者の時代に近づいていくと、鉄砲でも火縄銃ではなく動きながらも放てるものが出てくる。そうあのラストサムライでも使われとる、バン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 と使われるやつ。あのラストサムライではこの鉄砲に剣がついてる。見たことあるわな、鉄砲に剣がついてる、銃剣と呼ばれるものじゃな。この先一緒についてるもので、あれがこの西洋の方で多く使われるようになる。これはなんと槍の利点と遠距離攻撃である鉄砲を兼ね備えた近代兵器最強の武器と言われている。故に現世においても未だに使われているわけじゃ。そうまずは遠くのものを鉄砲で放ち、ひるんだところで刺さっとるものでズサと。お主どこのものじゃ。秋の国なのによくお主反応できたな。大体大阪人になるできるけどうわーってやってくれた、ありがとうなお主な、いいもいいやつだ、後で握手してやろうそのように遠距離攻撃の鉄砲とそして弓を活用した攻撃方法が現代によって築かれたというわけじゃな。じゃあここからわしの自慢話といこうか。この槍に関して見てくれ、赤い槍、これは主槍と申す。これは武の誉れであるものだけが扱える槍でござる。100人おれば1人が持てるではなく、1軍の中で1人しか持てないのはこの槍、つまり何千何万という軍の中で1人しか扱うことができないものなんじゃ。その中でわしはたった1人でこの槍を用いて新狩りという戦場のまあ要である、最後の撤退戦の要を守り、約28の子宮首を打ち取ったわけじゃな。その時にこの槍において非常に大切なことをみんなにな教えてまいりたいと思う。槍というのは叩く、そして突くが基本と申した。ぬしはもう今目をつぶってくれ、一回目をつぶってくれ、一回目をつぶって戦場を想像する。ダメだ、目を開けてるやつがおるな、こらえがいがなって周りに敵がいっぱいおる。そうするとな、想像してみよう、一人だけじゃないな、いっぱい来るな周りから、うわーっと、で弓も飛んでくる、鉄砲の音も聞こえるし後ろもどうなったかよくわからんと。その時にこの槍一本で果たしていくこう立てられるか、今目を開けてみよう。死んだよというもの死んだな、ほとんどが死んでしまうんじゃ、実際槍一本じゃな。じゃあこの槍はどうやって攻めを立てるのか。実は槍というのは先ほど申した5メーターから3メーター、そしてちょっと短くなってくると、わしら前田慶次のようなそして戦国武将というのは短い槍を用いたと思うんだな。これは機動性を生かすために短くしたんじゃ。
長いものだともう打たれる一方なんです。ちょっと待って長い短くすればな、自分から切り込むことができる。じゃあこれにて前田圭司様による10分でわかる歴史授業しまいでございます。前田圭司様ありがとうございました。いかがであったか。三ヶ島大義であった我らが時代に使うた重要な武器槍についてのは少し学んだところでござって、ここからは皆と交流を深めるべく写真撮影をな行ってまいるわけじゃが、まあ、我らだけのな姿はまずは皆々のからくり機に収めてもらい、全世界に発信してもらいたいと考えておる。さあでは和之助や、はっ、こちらに参れ。はっ。皆は己が自身のからくり機を出して我らが姿を三段打ちのごとくバシャバシャ写真に収めて、それを全世界万国津々浦々に名古屋おもてなし武将隊と拡散いたしてくれ。では和之助、こちらから塔を数えてまいろう。では参ります。10、9、8、7、6、5、4、3、2。おい、取れ。待ってやるが取れ。しまいにござりますよーし、皆様大吉であった。ではここからはわしと二人きり取れる国を設けてまいるが、観光等でまいて時間がなき者や小さなお子がおる家族連れなんかを優先的に写真撮影を行ってまいる。では和之助、みんなに案内いたしてまいれ。はっ。さあそれでは列の先頭をこちら。